さん、こんにちは。私たちは共立女子大学の原田です。堀江です。高木です。辰巳です。西村です。よろしくお願いします。私たちは大学で食べ物と健康について勉強しています。皆さんは内豆が好きですか？今日は内豆と今日の献立についてお話しします。内豆が好きな人もちょっと苦手な人も今日のお話を聞いて興味を持ってくれたら嬉しいです。それでは始めます。まず内豆について簡単に説明します。内豆とは水につけた大豆を潰して乾燥させたものです。こうすることで料理に使いやすく、また長く保存できるようになります。冬になると雪がたくさん降りますよね。雪が降ると食べ物があまり取れなくなってしまいます。そこで昔の人は秋に収穫した大豆から内豆を作って冬に食べていました。そうすることで食べ物が少ない冬の間でも工夫して栄養を取ることができました。次に昔ながらの内豆の作り方についてお話しします。まず石臼と木槌を用意します。次に水につけた大豆を石臼の上で叩いて潰します。それではやってみます。さっきまで丸かった大豆がこんなに平らになりました。この豆を乾燥させて内豆の完成です。この作り方は昔の家庭でよく作られていました。簡単に作ることができるので、みんなと同じぐらいの子もお父さんとお母さんと一緒にお手伝いで作っていたそうです。それではここでクイズです。この中で本当にある内豆の色はどれでしょうか？1番黄色、2番黄緑色、3番黒色。皆さん考えてみてください。それでは正解を発表します。正解は黄色、黄緑色、黒色の全部本当にある内豆の色です。黄色の内豆は皆さんがよく見るものだと思います。内豆の色は大豆の種類によって変わります。黄色の内豆は黄大豆、黄緑色の内豆は青大豆、黒色の内豆は黒大豆を使って作ります。その他にも赤色の大豆や茶色の大豆を使った内豆もあります。いつもとは違った内豆を食べて楽しんでみてください。皆さんは内豆といえば煮物などによく入っているイメージがあると思います。でも内豆は他のいろいろな料理にも美味しく使うことができるんです。例えば味のしっかり染みたサバの味噌煮、ホクホクして美味しいかぼちゃサラダ、少しピリ辛のジャージャー麺です。この3つは私たちが皆さんの今日の献立を考えるときに作ってみました。内豆は味が染みやすく、どれも美味しく作ることができました。皆さんもいろいろな料理に内豆を使ってみて、美味しい内豆の使い方を発見してみてください。最後に今日の献立についてお話しします。今日の内豆入り春巻きには福井の美味しい食べ物が3つ入っています。1つ目は先ほどお話しした内豆です。黄色のものが入っています。2つ目は甘みが特徴的な星のルビーというトマトです。これは煮詰めてソースにしています。3つ目は福井サーモンです。これは
福井の寒い海で元気に育った美味しいニジマスです。今日の献立は私たちが一生懸命考えて作ったものです。ごま油香る中華風煮浸しやわかめスープなどの料理はおかずの春巻きに合わせて考えました。福井の食材を楽しみながら今日の給食を残さず食べてくれたら嬉しいです。これでお話を終わります。